ポール・デルレード・ポール・デルレードは、フランスの作家、右翼的政治家。愛国者同盟を率いて、フランスのナショナリズムを左翼ナショナリズムから、右翼ナショナリズムへと転換させる媒介者となった。1846年に富裕なカトリック教徒の家庭に生まれる。劇作家を志し、法学を収めた後に1869年に、フランス座で擬曲を上演するも成功には至らなかった。 1870年に勃発した、不仏戦争に不評として従軍し、プロシア軍の捕虜となったが、捕虜収容所から脱走し、レジオンドヌール勲章を受章した。敗戦後も、アルザスロレーヌの湿地回復を誓って軍に止まり、1871年のパリコミューン地圧には、ベルサイユ政府軍として軍事行動に加わる。1874年に軍を退役し愛国的な、 劇作家、戦争詩人として活動し、ドイツへの復讐を主張する文章を寄稿した。1881年に、レオン・ガンベッタが首相に就任した、際、小学校で、軍事的愛国心を教育するための、軍事教育委員会が組織され、デルレードは、委員の一人として参加した。1882年1月には、ガンベッタ内閣は当格し、委員会は解散となったが、 ガンベッタ派の政策を継承し、愛国心の高用や国民精神の育成を目的とした愛国者同盟が同年5月に結成され、デルレードは壮大の地位についた。愛国者同盟は体制内の組織として出発したが、数年後には体制転覆を目論む組織として疑われるようになった。初期の愛国者同盟はデルレードのように 体独復讐のための圧力団体と考えるものガンベッタのための大衆運動と考えるものスポーツ団体とみなすものなど異なる目的を持つ、異文子同士の集まりだった。1886年に、デルレードは愛国者同盟の総裁となり、権威主義的な手腕で恩憲派を追放し、体独復讐と改憲を目指す、反共和主義的リーグへと一本化した。 ジョルジュ・ブーランジェがブーランジェ運動を率いて体制変革を目論もうとした際には愛国者同盟によってブーランジェを支持しクーデター一歩手前の状況にまで事態を押し進めた。1887年の集会ではデルレードは暴力行為の過度で逮捕されている。しかし1889年3月に愛国者同盟は結社法に違反したという理由から 解散命令を受け、ブーランジェが土壇場で国外逃亡するに至り運動は瓦解した。1889年の総選挙でデルレードは会議員となり改革派として活動した。1892年にはパナマ事件への避難からジョルジュ・クレマンソウと決闘するに至った。1893年、イギリス大使館通訳ノートンの偽所事件に巻き込まれ、議員を 抗議辞任し、その後は協議に陰性し、試作や議局の創作を行った。1894年にドレフィウス事件が起こり、フランス社会はユダヤ人ドレフィウスを支持する人権派と軍を擁護する反ドレフィウス派に2分した。デルレードは人権派として政治活動を再開し1898年5月に政界に復帰した。また、 非合法となっていた愛国者同盟も1891年には、なお変えて活動を再開しており、1896年には、再び愛国者同盟として再結成され、1898年9月には、デルレードも復帰した。1890年代にはかつて左翼の考慮だった、対独復讐と会見をスローガンとして、反ユダヤ主義と、 反二階主義を掲げる行動主義右翼が連合を形成した。デルレードは、初めは、ドレフィウスの無罪を確信していたが、1898年1月に政治的理由により、見解を改めハンドレフィウス派に転向した。同年9月には、ドレフィウスはおそらく無罪だろう。しかし、フランスに罪はないと述べている。その後デルレードは、当格運動を本格化させ、 1899年2月のフェリックス・フォール大統領の休止と、その後のパリの騒乱から急増のクーデターを格索したが、軍は放棄せず、クーデターは失敗した。デルレードは軍隊不服従戦闘罪で逮捕されたが、5月には証拠不十分で釈放されている。1899年6月に共和制防衛を掲げて、バルデック・ルソー内閣が立ち、 8月には、ドレフィウスの再審が予定されて反ユダヤ右翼リーグの行動が予想された。デルレードは、人民投票的共和党の結成を訴えつつ、反ユダヤ主義とナショナリズムを融合させた演説を行い実力行使に備えたが、バルデックル層は先手を打って、デルレードを含む67人の応答派とナショナリストを政府打倒の陰謀の都がで逮捕した。 翌年に、デルレードは10年間の国外追放となり、スペインのサンセバスティアンに身柄を移された。1905年に恩赦が決定し、パリに戻ったが、翌年の選挙では落選し政界復帰のクワだては、失敗した。デルレードの思想は、共和体制を支持しながらも強力な、大統領権限を主張するなどボナパルティズムと共和性が融合したものであり、 ドゴールのフランス第五共和政憲法の原型となる政治構想を抱いていた。ありがとうございます。